どうも皆さん、工藤でございます。本日は2022年7月22日の金曜日でございます。現在の時刻は朝の6時14分でございますね。はい、今日はですね、はい、実はですね、ちょっとテンションが上がってましてはい、まあ溜めておいてね、まあテンション下がってるかのように、はい、思わせましたけど、テンション若干上がっております。はい、というのもですね、まあ前々から言ってますように、私明日からね、ついに夏休みが始まるということで、今日はね、まだお仕事が、はい、残ってるというか、今日がね、一応夏休み前最後の勤務になっているので、まあ今日はまだね、夏休みと突入っていうわけじゃないんですけど、ねやっぱりさ、こう、もう今日ラスト、今日最後の仕事だってなると、なんか、別に今日休みじゃないんだけど、なんか変にやる気が湧いてくるというかね、というわけで今日はちょっと朝からね、少しテンションが高いというか、まあ、そんな感じでございます。はい。まあ今日金曜日だからね、でもね、まあ夏休みがないとかあるとかに関わらず、まあ今日金曜日なんでね、今日行ったら、土日とまたお休みかなと思いますんで。っていうかそもそもあれか、今週は、月曜日が海の日で休みだったから、ね、火、水、木、金っていう4日間、ね、1週間勤めれば、まあ、土日ということだったんで、まあ、比較的、まあ、気は楽だったんじゃないかなと思います。はい。まあ、私はね、どちらかというと、普段よりも、ね、4連勤だったりして、普段よりもより働いていたという形にはなるんですけど、まあ、普通に、フルタイム、週5で働いてる方はね、はい、今週は、4日間勤めれば休みということだったんで、はい。まあ、気は楽だったんじゃないかなと思います。はい。で、来週とかは、まあ、普通に、あれですよね、お仕事ですよね。ですよね。特に祝日とかではないはず。多分。まあ、私みたいなちょっと特殊な働き方してるとね、あんまり祝日とかも把握してなかったりするんだけど、だね。まあ、特に祝日とかはなさそうかな。次の祝日っていつだ？8月の11日とかかな？山の日？お盆休みとかかな？ね、直近の長期の連休って、多分お盆休みですかね。はい。私もですね、まあ、夏休み突入するって前々から言ってますけど、家族がね、まあ、私実家に住んでるんですけど、家族がこう実家にこう集まってきて、夏のお盆休みにね、で、まあ、父方だったり母方だったりのこう実家に、まあ、おじいちゃんおばあちゃんですね、おじいちゃんおばあちゃんの家に遊びに行ったりみたいなこともなんか計画されているらしいんですけど、まだ実際にいつ行くのかとか、まあ、私がついていくついていかないっていうのはね、まあ、まだ何も決まってないんですけど、はい、まあ、一応そういう予定もあるかもしれないということだけ一応お伝えしておきます。はい、まあ、そんなわけで、私はね、今日仕事をしたら明日から夏休みということなんで、はい、まあ、夏休みね、突入した明日の朝の配信なんかはね、夏休み何やるみたいな話もしようかなとか、思ってますけど、まあ、今日は別に、まあ、夏休み直前というか、ね、夏休み前、最後の勤務前っていう配信ではありますけど、まあ、昨日は特に新しいアニメとかもなかったかなと、思いますし、ですね。7月22だもんね、今日ね。まあ、7月25はあれか、ワンピースの漫画がついに、まあ、今もね、解禁されてるんだけど、7月25から、7月いっぱいだっけ？ 1 週間ぐらい、約1週間かけて、ワンピースのね、魚人
島編だったかな、魚人島編から、漫画の92巻ぐらいまで、うん、だいたい60巻から92巻ぐらいまで、ね、無料公開されるらしいんで、もう1週間で30巻を読まなきゃいけないという戦いがね始まったりするんですけど、うん、まあまあ夏休みなんでね、もうちょっと頑張ろうかなと思ったりしてますけどね。はい、まあ、そんなこんなで、今回はまあ今ねワンピースの話しましたけど、ちょっとねいろいろ雑談的に、うん、なんかいろいろお話ししようかなと思っております。はい、まあ、大体ゲームとかアニメの話になるかなとは思うんですけどね。はい、それじゃあ早速やっていきましょう。まず一つ目、はね、これ昨日ね知ったんですけど、あの歌プリってわかる？みんな歌プリ、歌のプリンス様、うん、あのね歌プリのねなんか新作が出るらしいんだよねちょっと改めて調べてみましょうか。歌プリアニメテレビスペシャル、これかな、これだね、テレビアニメスペシャル。これってさ、あの、まあ、私もね今ちゃんとあの調べてるっていうか、今調べたばっかなんでちょっとあれなんですけど、まあ歌プリってまあだいぶ昔からあるシリーズで、知ってる人知らない人いるかもしれないんですけど、うん、まあ私のね、あのクドラジの視聴者は大半がね男性の方なんで、まああまり見たことない人の方が多いかなという印象ではありますけど、私はですね歌プリの、初代っていうか一番最初、歌のプリンス様、マジラブ 1000%、マジラブ 2000%、 マジラブレボリューションズぐらいまで見たんだよね、確かねで今見たらね、歌のプリンス様、マジラブレジェンドスター、待てよ、レジェンドスターもあったね、あった。ただレジェンドスターからは見てないかもしれない。マジラブキングダム、これ劇場版か、あれレボリューションズまではねなんか見てたような記憶あるんだけど、レジェンドスターは聞いたことあるけど見てないかもしれないね。そっか、うん、そんな、まあ、歌プリなんですけど、なんかあのマジラブスターリッシュツアーズっていうね、なんかテレビスペシャルらしいですね、うん、が東京 MXBS11 にて7月31日の20時から放送されるみたいです。はい、ってことは1回きりなんかね、うん、YouTube の、ね、動画で私知ったんですけど、これはテレビアニメが今期入るってわけではなくて、なんか1時間スペシャルとかそういう感じなんかな。ね、ちょっと待ってね。配信？違うかな。ね、まあ各種配信サイトで、これまでのシリーズ、そのさっき言った 1000%、2000%、レボリューションズ、レジェンドスター、キングダムっていうのは、まあ各種配信サイトで、見れるようにはなってるみたいですけど、テレビアニメスペシャルは配信はちょっとわかんないな。ん？待って、新しくまた映画入んのこれ。歌のプリンス様、マジラブスターリッシュツアーズ劇場版。あれ？劇場版？ちょっと待って。さっきもスターリッシュツアーズ、あ、そういうことか。ちょっと待って、情報が錯綜してるぞ。待てよ、シリーズが多すぎてちょっとねいろいろごちゃごちゃになってるんだけど、待てよ、劇場版歌のプリンス様マジラブスターリッシュツアーズっていうのが2022年9月の2日に公開されるってこと、まず大前提として。で合ってるかな、どうですか、あの歌プリファンの皆様いるかな、うん、歌プリファンの皆様がいるか分かりませんが、
とりあえず映画の劇場版の歌のプリンス様マジラブスターリッシュツアーズというのが9月2日に、まあ、まだ1ヶ月以上ありますけど公開されるっぽいね。でそれをまず大前提として、で私がさっき言った歌のプリンス様マジラブスターリッシュツアーズ旅の始まりっていうものがテレビアニメスペシャルとして入るってことかな。だから、まあ、劇場版のそのスターリッシュツアーズのまあなんだプロローグ的なものなのかな、うん、前日談みたいなねっていうことなんじゃないかな、おそらく。うん、まあとね書いてあるわ、テレビアニメスペシャル、あテレビスペシャルストーリー、マジラブライブキングダム、これおそらく直近の、あこれ劇場版か、歌のプリンス様のマジラブキングダムっていう映画の多分内容かな。うん、キングダムの成功も大成功もあってそれぞれアイドル活動に多忙な日々を過ごしていたスターリッシュのメンバー、しかしライブの成功が充実感をもたらした一方でその胸の内には今まで感じたことのない思いが頭をもたげ始めていた。これから自分には何ができるのだろうか。そんな時シャイニング事務所から全員を呼び出す連絡が入る。久しぶりのスターリッシュ7人集合、誰よりも喜ぶメンバーに事務所からあるご褒美が贈られることに。その内容とは果たして、マジラブキングダムからマジラブスターリッシュツアーズをつなぐスターリッシュのビハインドストーリー。はあ、なるほどなるほど。だから劇場版の歌プリマジラブキングダムと劇場版歌プリのマジラブスターリッシュツアーズっていうのは、まあだから時系列的には先にキングダムがあって、でその後スターリッシュツアーズがあるってことか。で、その間をつなぐのがこのテレビスペシャルのスターリッシュツアーズ旅の始まりってことだね。まあだからまあさっき言ったようにスターリッシュツアーズの前日談、プロローグ的なっていう捉え方で合ってるんじゃないかな。うん。はい。ただね、配信どこで貼られてるかとか書いてないんだよね。多分テレビだけなんかな、やっぱね。東京 MXBS11 だけかな、もしかしたら。まあ後々ね配信で見れるようになるかもしれませんけど。うん、なるほどね。いや知らなかった、歌プリってこんなにシリーズ出てたんだね私レボリューションズで多分止まってるからね。うん、レボリューションズとレジェンドスターの間ぐらいで止まってますね。うん、まあ歌プリはね、もうとにかくやっぱ歌主題歌というかオープニングか、オープニングの曲がね、もうとにかくなんていうのかな、まあ、スターリッシュっていうねメンバー7人だったっけ、最初から7人だったっけ、ねちょっと覚えてないんだよな、キャラ紹介がないな、あれ待って待って、歌プリレボリューションズで何人ぐらいキャラクター、1,2,3,4,5,6,7 7か、あれ 8? ちょっと待って、分かんなくなってきたもうちょっと記憶が定かじゃないんでね、ちょっとその辺は多めに見てください。待って、あ、そうか、ここのキャストを見ればいいのか。うん、1,2,3,4,5,6 やっぱ7人か。そっか、なんかスターリッシュ以外にもなんかアイドルグループみたいなの出てきますよね。ちょっとなんだっけな、名前忘れたけど、忘れたな、いますよね。うんうんうん。でね、キャスト陣がね、もう、まあ、当時からでもやっぱ、すごかったもんね。だって、寺島さんとか、鈴村さん、谷山さん、宮野さん、諏訪部さん、下野さん、鳥海さんってね、感じで、もうとにかく豪華な声優陣が、ね、イケメン、じゃあイケボ声優陣が、まあ、揃っているという、ね、めちゃくちゃすごいアニメだったんだけど、そう。当時ね、だから、マジラブ 1000% が入ったとき、まあ、どちらかというと、やっぱ女性が好むタイプのアニメなので、私がね、自分で見ようって思ったっていうよりは、私、妹がいるんですけど、妹がね、なんかハマってたのを見て、なんとなく見てみたんですけど、それでね、こう、そう、歌のプリ様の 1000%、2000%。1000% は明らかにその妹の影響だったんだけど、2000% レボリューションズはもう普通に自分で見ましたね。うん、そう、まあ、きっかけはね、妹だったりはするんだけど、それ以降自分で見たりしてましたね。うん、
まあ、レジェンドスターとか劇場版を見てないのはちょっとね、多分もう飽きちゃったのかな、多分ね。まあでも、ね、今回もスターリッシュツアーズ劇場版が入ったりとかしてるし、まあ、シリーズたくさんあるみたいなんで、やっぱ人気あるんだろうね。すごいですね。一番最初の 1000% っていつだってたの？待ってね、ちょっと調べていい？やべ、こんなに歌プリで喋れると思わなかったな。歌プリ、マジラブ、1000%。まあ、懐かしい。ドキドキで壊れそうね。懐かしいな。懐かしい、懐かしい。今回の、まあ、この配信ね、クドラジはですね、その Spotify のミュージックプラストークを使ってやってる配信も実はあって、まあ、オープニングとね、エンディングをつけてるんですけど、まあ、今回はやっぱりマジラブ 1000% かな。まあ、結構思い出の歌だったりするね。マジラブ 1000% はいつだ？ウィキペディアで見ればいいか。まあ、でも、マジラブ 1000% か、違うな。これ曲だな。アニメ。アニメ。ウィキ。これか。オッケーオッケー。で、アニメはいつだ？アニメ、アニメ。アニメ、ゲームとかも、てかもともとゲームなんだっけ、あれ？ちょっとそこまではね、ちょっと私把握できてないんですけど、アニメ、あれアニメどこだ、アニメ、これか。第1期歌のプリンス様マジラブ 1000% は2011年。12年ぐらい前か。合ってる？だよね、12年前。だから、そっか、私がやっぱ高校生とかそのくらいの時か。ね。第一期入ってたのね。いや、懐かしいね、ほんと。私、あ、そっか、マジラブ 1000% ってエンディングだったっけ？あ、そうだ、オープニングは宮野さんが歌ってるんだ。オルフェとかカノンとかね。シャインとか、そうだ、そうだ。そうでしたね。オープニングじゃなかったね。そうだ。私一応、なんか変に自慢するわけじゃないですけど、オルフェも多分ね、そうだし、マジラブ 1000%、カノン、マジラブ 2000% とか、シャイン、マジラブレボリューションズはね、普通にカラオケで歌えるぐらい聴いてたね。マジラブレジェンドスターはちょっとわかんないな。やっぱり、レボリューションズまでだね、私がわかるのは。ですです。いや、どうしようかな。今回のクドラジオオープニングは 1000% か 2000% かレボリューションズかちょっと迷うとこだけど。はい。まあ、というわけでね、もうだいぶ話が逸れちゃったんだけど、何の話したっけとりあえずね、歌のプリンス様の新作。まあ、新作っていうか、まあ、新作か。まあ、劇場版がね、スターリッシュツアーズっていうのが、まあ、9月の2日っけに、公開されると。でそれに先駆けて、まあ、プロローグ的なもの、前回のねマジラブキングダムっていう劇場版とのこうつなぎとして、スターリッシュツアーズの旅の始まりというのが、テレビスペシャルとして7月の31日だからあと1週間ちょいぐらいかな、でまあ放送されるということなんで、もしねスターリッシュのファン、歌っぷりファンの方はぜひお忘れなきの、なきようっていう感じですね。はい。まあ私はね、まあ別に、別にっていうと今まで散々話してきてなんだよって感じかもしれないけど、まあ、とりあえずはいいかなって感じしますけどね。今んとこはね、はい。まあ、とりあえず、歌プリファンの方は、ぜひ、って感じです。はい。というわけでじゃあ次行きましょう。次ね。ちょっとまさかここまでね、歌プリで喋れると思わなかったんで、ちょっと驚きですね、自分でも。はい。今日ね、雑談しようと思ってさ、まあ雑談しようっていうのも変だけど、
ね、ネタをさ、こう、いっぱい拾ってきてるわけですよ。でね、全部でね、一応ね、歌プリ含めると、7つぐらい用意してあるんだけど、今回3つぐらいが限界かもしんないね。うん。いやー、ごめんなさい。本当に話が長くてね、ごめんなさいね。はい。じゃあ、次行こうか、次。次はね、ちょっとヒロアカの話。僕のヒーローアカデミアね。うん。ヒロアカのお話なんですけど、ヒロアカの、なんだっけな、ゲーム、なんだっけな、ゲーム名。なんとかスクランブルじゃなかったっけ、違ったっけちょっと、名前ぐらい把握しとけってな。あ、ヒロアカじゃない、ヒロアカね。ヒロアカのゲーム。ま、アニメはね、確か、6期だっけね、入るのは、確か6期だか5期だか、入るのはね、まあ、知ってるんですけど、あ、ウルトラランブルだ。スクランブルじゃねえや。僕のヒーローアカデミア、ウルトラランブルかな？あ、違うかな？ちょっと待って。あ、これで当てる。すべてのクッキーを受け入れる。とりあえずね、クッキーは全部受け入れていくスタイルで。で、何の話かっていうと、僕のヒーローアカデミアのウルトラランブルっていうゲームがあるんですよ。うん。で、このゲーム、まあ、ヒロアカ初。まあ、ヒロアカって今までゲーム何本か出てると思うんだけど、うん。まあ、やったことないんですけどね。やったことないんだけど、出てると、いうふうに、私の中ではね、把握してるというか、思ってるんですけど、そのヒロアカのゲームの中でも、初めての基本プレイ無料で遊べるゲームで、かつね、オンラインで24人で対戦するゲームなんですよ。この僕のヒーローアカデミア、ウルトラランブルっていうゲームがね。うん。そうそう。で、基本プレイ無料でオンライン24人対戦ができるゲームっていうと、もうさ、なんかいろいろ思いつくものありますよね。なんか基本プレイ無料でみたいな。え、オンラインでそんな大人数でやるゲームと言ったらみたいなさ。ね。まあ私が思いつくものといえば、それこそ Apex とかさ。あとは、Fortnite。あ、なんだ、バロラントとかさ。あ、バロラントは違うか。あ、どうなんだ、バロラントって無料なのかな。ごめん、やったことないからわかんないんだけど、まあ、無料かどうかは置いといて、まあ、オンラインでマルチでね、対戦するっていう意味で言えば、まあ、同じかなと思うんだけど、まあ、要は、だから、ヒロアカで、そういう、なんていうの、サバイバルゲームっていうのかな、オンラインでやるサバイバルゲームみたいな、ゲームなんだと思います。はい。プラットフォームはね、プレステ4、Xbox One。シリーズ X とか、そういえばプレステ5は対応してないっぽいね、なんかね。Nintendo Switch、Steam。ジャンルはね、ヒロアカ多人数対戦アクションってなってて。で、配信日はね、実はまだ未定なんだよね。うん。で、プレイ人数は1人って書いてあって、オンライン時は1人から24人と書いてあります。はい。そう、配信日がね、まだ決まってなくて、で、今回何の話かっていうと、第2回の CBT、いわゆるクローズドベータテストってやつだね。うん。が、今ね、参加者募集してるっぽいんだよ。うん。そうそうそう。第1回の CBT テストは、もうすでにね、終了して、もうレポートが公開されているんですが、その第2回の CBT が行われるということで、今ね、まあ、今日7月22日ですけど、募集期間は、もう始まってる？え、待って。今その公式サイトを見てるんだけど、もう募集は始まってんのか。いつまでだ、これ募集。応募こちら。どこに書いてんだ？とりあえず、いつまでかはちょっとわかんないけど、とりあえず置いといて、じゃあ、第2回のクローズドベータテスト参加者募集ということで、
ヒーロー、敵、まあ、ヴィランですね、ヴィランの個性を使ってチームアップをして24人の乱戦を勝ち抜く、プレステ4、Xbox One、Nintendo Switch、Steam 対応予定の基本無料オンラインマルチ対戦ゲーム、僕のヒーローアカデミア、ウルトラランブルですと書いてあって、で、この度、第2回 CBT テストを日本、欧米を中心に実施する運びとなりましたと。うん。で、開催期間はね、書いてあって、8月18日から8月22日の15時まで。で、1日目 ?1 日目 ?1 日目ってなんだ ?1 日目が8月18日の11時から8月18日の19時まで。2日目以降が8月19日から11時。8月22日から15時までって書いてますね。なんか1日目とその2日目以降っていうので分かれてるみたいだね。なんかよくわかんないけど、うん、まあ私ね CBT ってあんまりやったことないんですけど、経験としてね、直近で言うと、あれですね、鋼の錬金術師のスマホアプリ、まだ配信はされてないかなと思うんですが、はい、スクエニさんのね鋼の錬金術師のスマホゲームがあって、それにあれも CBT だった気がするけど、うん、それに参加したのがまあ直近かなと思います。でもそれくらいかな、本当に記憶にあるのは。あんまり CBT 参加したことないんだけど、はい、まあ、最近はねちょっとゲーム配信なんかもやってるんで、まあ、そういう CBT とかもなんかね面白いのがあったら参加したりしてるんですけど、今回のねそのウルトラランブルヒロアカのもう参加しようかなと思ってるんですよ。うん。あ、で、CBT の対象プラットフォーム、プレイステーション4だけなんだね。へぇ。プラットフォームは一応その Xbox One とか Switch とか Steam も対応予定になってますけど、今回の CBT の対象プラットフォームはプレステ4のみになってますね。うん。で、対象年齢は12歳以上。ベータテスターの募集期間は、募集中と書いてるだけで何も書いてねえな。いつまでとね。うん、とりあえず、現時点、7月22日の朝6時41分の時点では、まだ募集中となってますんで。はい。まあ、これを聞いてね、もしその興味ある人は、まあ、応募してみたらいいんじゃないかなと思います。で、当選連絡が8月8日の、まあ、月曜日、過去予定となってますんで、まあでもそのぐらいにはでも、8月8日に発表だから、まあ、最低でも、どんなに遅くても、やっぱり8月7日ぐらいには応募しておかないと間に合わないんじゃないかなと思いますけどね。まあ、安全圏狙っていくんであれば、やっぱ7月ないじゃないかな。多分ね。うん。実際にいつまでって書いてないんでね、わかんないですけど。急に募集締め切る可能性もあるからね。うん。それが規定数に達したら締め切りっていう感じなのかな。参加募集のお知らせ、なんかいろいろ注意事項が書いてありますね。うん。上記の日時以外はプレイすることができませんと。だからさっき言った開催日時、8月18日から8月22日まで、まあ、1日目と2日目以降に分かれてますけど、その時間以外は遊ぶことができないんで、その日遊ぶことができる人しかやっぱ応募しない、しちゃダメわけじゃないけど、ね。その時間以外は遊べないから、うん。その日程で予定が空いてる人が、まあ、応募するべきなんじゃないかなとは思いますけどね。うん。募集人数はね、約1万人と記載されてます。対象プラットフォームはプレステ4。あ、ただし、プレイステーション5本体の後方互換機能を使用すれば、プレイステーション5上でのプレイもできると。対象地域は日本。で、12歳以上、11歳以下の方はテストに参加できないと。なるほど。小学生とかはちょっと厳しいかな。うん。あ、書いてあんじゃん。ベータテスト募集期間書いてあるじゃん。なんでこんなとこに書いてあんの？ちゃんと募集期間書けばいいのに、募集中とだけしか書いてないの。なんで？下の方のね、なんか利用規約じゃないけど、注意事項みたいなとこにね、細かくいろいろ書いてあるんだけど、そこに書いてあった。ベータテスターの募集期間はね、2022年7月4日。だからもうすでにだいぶ経ってるね。から、
7月29日。お。ということは、ちょうどあと1週間ぐらいか。うん。ですね。1週間後、来週の金曜日まで、18時か、までになってますんで、はい。まあ、なるべくお早めの応募がいいんじゃないかなと思いますね。うん。はい。で、ホームページの専用応募フォーム。ああ、なるほどね。はいはい。まあ、抽選もあるとね、いうことですね。うん。はい。まあ、その他にもね、まあ、日本に住んでる方限定でとかね、いろいろ書いてありますんで、気になる人は、はい、どちらもいろいろ見てみてください。はい。まあ、とりあえずまとめると、僕のヒーローアカデミアの初めての基本プレイ無料オンラインマルチ対戦ゲームであるウルトラランブルっていうのが、まあ今度、いずれ出ると。で、その CBT、クローズドベータテストが、まあ第1回、第2回と行われて、で、今ね、第2回の参加者を募集していますというお話です。はい。まあ私ね、プレステ4持ってるんで、うん、ちょっと応募してみようかなと思ってるんですよ。これちなみに応募画面に行くと、どんなことを書けばいいんだ？おー、なるほど。結構入力することありますね。まあ、今ね、この配信内で入力はしませんけど、パッて読んでいくと、あ、日本に住んでますかとか、性別教えてくださいとか、年齢、ゲーム機持ってるものを教えてください。加入してるサービスがあれば教えてください。あ、ベータテストどこで知りましたかだね。あとは、どのくらいの頻度で家庭用ゲームを遊んでいるかとか、よく遊ぶジャンルを教えてください。あー、なるほど。どのくらい家庭用ゲームにお金をつぎ込んでますかみたいな。はい、なるほどね。あとは、ゲーム内課金でよく購入するコンテンツを教えてくださいとかね。あと、ヒロアカどれぐらい好きですかとか、原作漫画読んだことありますかとか、アニメ見たことありますかとか、あと、なんだ。あ、ヒロアカを題材にしたゲームの中で、直近でプレイしたことがあるものがあれば教えてくださいとかね。あ、やっぱ結構出てんじゃん。ワンズ・ジャスティス、ワンズ・ジャスティス2、ウルトラ・インパクトとかね。うんうん。あ、第1回の CBT プレイしましたかとか、あとゲームに関する情報どこで集めてますかとかね。あ、ゲーム実況などの情報発信をされている方にお伺いします。最も情報発信を行う、多く行う SNS 名を一つお選びください。まあだからゲーム、私みたいにね、その、まあ、こうやってポッドキャストとかさ、あ、なんだ、YouTube とかね、うん、ゲーム実況したりしてる人は、まあ、普段からよりね、使ってる SNS アカウントを書けばいいんじゃないかな。うん。あとは、あ、そうだね、SNS のアカウント名を教えてください、みたいな。まあ別に必須ではないと思いますけど、うん。まあ、やってる人はね、そういうことも記入すれば、まあいいんじゃないかなと思います。はい。なるほど、なるほど。いやー、でもなんか、あのね、一応ね、私 YouTube で、その、実際のゲーム画面っていうのを、こうチラッとだけね、見たんですけど、まあ、ヒロアカはヒロアカなんだけどね、まあ、私ね、エイペックスとかもそうだけど、フォートナイトとか、これまで何度か言ってるんだけど、そういうね、なんていうの、対人ゲームっていうのかな、オンラインでやる、オンラインマルチ対戦ゲーム系って、ほとんどやったことないんだよね。ほとんど。うん。やべ、全くないかな。いや、あるか。いや、私の記憶の限りで言うと、本当にないかもしれない。うん。なんかね、あんま好きじゃないんだよね。そう。やっぱ私はね、その、なんだろう。まあ今やってるね、ヘブン・バーンズ・レッドとかもそうだし、テイルズとか、あとなんだ、最近やったやつだと、ゴッド・オブ・オーとかもそうか。ね。あと、アノニマス・コードの体験版とかもやりましたけど、やっぱりね、なんかこう、一人でさ、黙々やるようなゲームが、どちらかというとね、うん、やっぱ好きなんだなっていう。
気がするんですけど、なんかこう自分のペースでね遊べるっていうのがやっぱよく好きで、うん、まあ私性格的にねあんまりこう人に何かを合わせたりとかするのがあまり得意ではないというかね、うん、結構自分のやりたいことをなんか一人でただ、まあ、自己満足みたいな部分があるんですけど、ね、ただ一人でやりたいことをやるみたいなねのが、まあ、好きというか、まあ、そういう性格だったりするんで、まあ、ゲームもねやっぱり一人で黙々とねやれる RPG とかアドベンチャーみたいなゲームが好きだったりするんですけど、まあ、今回のねヒロアカのゲームは完全にオンラインマルチ対戦ゲームなんで、まあ、私が普段やってるゲームとは、ね、全然こうジャンルも違うということなんですけど、ただそのやっぱ出てくるキャラクターたちが、まあ、ヒロアカということなんで、だいぶねやっぱ馴染みはあるよね。うん。私ね一応ヒロアカのアニメを全部追っかけてますし、原作漫画もずっと読んでたんですよね。それこそジャンプで連載され開始された時からねヒロアカは読んでたんで、うん。まあ、正直言うと一番最初ヒロアカが連載された時、ここまでね大人気な作品になるとは正直思ってなかったんですけどね、うん、まあでも本当にジャンプで連載された時からジャンプで本当にあの分厚いねあのジャンプで読んでたぐらいヒロアカ好きだったりしますね。はい。で途中から漫画をあんまりこう読めなくなって、ジャンプをね買って読んだりしなくなってからはアニメで追いかけるようになっていますかね。うん。で、今年だっけ？今年の6期？今年の10月ぐらいに確か6期だか。ね、アニメ入るんじゃなかったっけ？ちょっと待って。ヒロアカの6期か。2022年秋だね。6期いつから？ 2022 年の秋だからやっぱ10月じゃないかな。うん。はい。っていうのも配信決まってますし。なんか知り合いにね、そのヒロアカすごい好きで漫画全部読んでる人いるんですけど、なんかその人によると、今なんかすごい漫画の方では、もうめちゃくちゃすごい面白い部分らしくて、まあ、個人的にはすごい気になってるし、漫画も読んでみたいなと思うんだけど、ただ、ね、今ちょっとアニメで追いかけてるんで、できればね、アニメで、まあ、見たいっていうのがあるんでね、うん。まあまあ、どちらで追いかけてもいいとは思うんですけど、私はやっぱり、うん、まあ、声優さんの声とかオープニングエンディングの歌とかね、うん、があった方がちょっと楽しみやすいかなと。楽しみやすいって言うの変だな、なんだろう、うん、まあ好き、うん、まあ、しかも配信サイトとかね見れるからね、サブスクで課金しておけばねこう無料で見れたりするからさ、うん、やっぱ漫画ってなるとやっぱ買わなきゃいけないからさ、漫画をさね、まあ、借りたりとかもできるのかもしれないけど、うん、その都度課金が必要になったりするんで、まあ私はどっちかっていうとやっぱアニメの方が好きかな。うん。というわけで、やっぱね、私の中でやっぱヒロアカはある程度やっぱ馴染みがあるんで、まあ、そんなヒロアカを題材にしたね、まあ、マルチ対戦ゲームなんで、少しはこう、とっつきやすいんじゃないかなと思うんですけど、他の、そのフォートナイトとか、エイペックスとか、バロラントはね、そもそもパソコンでしか遊べないんですけど、ね、Apex とか Fortnite みたいなゲームに比べると、私個人としては、まあ、とっつきやすいかなっていう気はしております。はい。うん。ですね。まあ、なので、まあ、CBT やってみて、まあ、今後やるかどうかは決めればいいと思うんですけどね。うん。あくまでテストなんで、はい。まあ、運営側としては、実際にこう、ちゃんと動くのかみたいな部分とかね。ね、そういった開発に生かしたいっていう意味も含めての CBT なんで、うん、まあ、私としてはまあ CBT にもし参加できたら、こう体験版的なね、こう意味合いも含めて遊んでみるのもありかなと思ってます。はい。というわけで、僕のヒーローアカデミア、ウルトラランブルの CBT、クローズドベータテストの第2回が募集中というお話でございました。もしね、興味がある人は、募集期間が7月29だっけ？うん。となってますんで、あと1週間ぐらい。なので、興味のある人はお忘れなきよう。というお話でございました。はい。
よし、これで何分ぐらい今。わあ、41分。40分ぐらい喋ってますね。どうしようかな。どうしようかな。やっぱ他にも喋りたいことあるんだけど。じゃあラストね、ラスト。これラストにしよう。軽く。やべ、ちょっとお腹鳴ってる。ラストは、またちょっとゲームの話なんですけど、この夏休みさ、私何のゲームやるか、ずっと迷ってるって話したと思うんですけど、ここ最近のね、配信で。はい。で、まあ、あれからね、またちょっとプレイステーションストアとか、まあ、セールやってるんで、今、調べてね、何やろうかなって、いろいろ調べてたんですけど、結局ね、全然決まんなくて、全然決まんなくて、で、なんか、まあ、あれ、7月28だったかなとかにはね、アノニマスコードの製品版が出たりとか、あとね、これまでに言ってなかったと思うんですけど、デジモンのね、なんかホラーチックなね、なんだっけね、デジモンサバイブだったかなっていうゲームが発売されたりとかするんで、まあちょっとそれをね、買って遊んでもいいかなとかね、思ったんですけど、まあ実際ね、そのデジモンサバイブとか、まあ、アノニマスコードに関しては、配信可能かどうかもね、まだわからない状態だし、うん。あとまあ実際ね、面白いかどうかもね、わからない状況なんで、金銭的にね、あまりお金をかけたくないんですよ、今ね、私。うん、まあ、9月にはゲーム2、3本ぐらいね、欲しいのが、そちらはね、もう、絶対欲しい、絶対やりたいっていうゲームなんで、やっぱお金をどうせかけるんだったらそっちにかけたいんですよ。うん。で、今回のその、まあ、アノニマスコード体験もやったりとかしましたけど、とか、デジモンサバイブに関しては、なんか夏、暇になるからやりたいなみたいな、何かゲームしたいなっていう気持ちで買おうとしてるところがあって、そう、なんかその絶対にやりたいなっていうゲームではまあないというか、うんね、まあアノニマスコードはアノニマスコードでストーリー面白かったから、まあできれば遊びたいんだけど、うん、ちょっとね、まあ、金銭的にね、夏休み入って仕事がねバーンってね開くんで、うん、ちょっとそれもあって、なるべくお金はかけずにね、やりたいなと思ってて、で、セールが来てたから、プレイステーションストアで、まあ、安くなってるゲームをね、遊んでいければいいなと思ってね、まあ、昨日だったかな、月姫、セールになってたから、お、月姫来てんじゃんと思って調べたら、月姫は、まあ、重要な部分に関しては配信禁止と、なっているので、それじゃちょっとなということでちょっと諦めたんですけど、で、そこからね、さらにまたちょっと進展がありまして、まあ、進展っていうほどじゃないんだけど、まあ、昨日かな、昨日一昨日とかね、まあ、仕事出てたんですけど、まあ、私ね、学校で働いてて、で、学校で働いてるとやっぱその子供たちとね接する機会も、そんなにめちゃくちゃ多いわけじゃないんだけど、まあ、あって、でその子供たちからね、いろいろこう、まあ、刺激を受けるわけですよ。まあいろんなね、なんていうの、まあ、やっぱ私ぐらいのね、もうアラサーのおじさんになるとさ、そんな発想するんだ今の子供たちってみたいな刺激もあったりするんだけど、まあ、それとは別に、今こんなものが流行ってるんですとかさ、今こんなものにハマってるんですみたいな情報もこう教えてくれたりするわけですよ。でその中で結構最近なんかやっぱ多いなって思うのが、原神、うん、原神にハマってる子供たちが結構多いなっていう印象で、で結構おすすめされるんですよ。まあ、私自身にっていうよりはそのなんていうの、まあ友達同士でというかさ、みんなに対してやっぱ原神今やってるんですみたいなね、うん、ハマってるんですっていう子供たちがなんか多いなっていう印象があって、んで、原神かーと思ってさ、言ったかわかんないんだけど、私原神ね、原神がリリースされた日、いつだっけリリースされたの？ 2年ぐらい前 ?2 年ぐらい前かな、まだ3年は経ってないと思うんだけど、2年ぐらい前にリリースされた初日にプレステ4で、原神遊んだんですけど、なんかストーリーというかキャラのやりとりに違和感を感じて、もう本当に序盤も序盤のところでね、やめたんですよね。うん。
それ以降何も遊んでないんだけど、開いてすらいなくて。で、やってなかったんですけど、まあ、原神がね、すごい人気だったりするのはもうね、わかるし、なんだけど、今回改めてね、子供たちがめちゃくちゃハマってて、めちゃくちゃおすすめしてくるんで、いや、これはもう、夏休み原神やりゃいいんじゃねえかなと思いまして、ね、せっかくね、原神はタダでできますから、そう、そこが一番でかいんだけど、まあ、原神ね、タダでできるし、そんなに人気のあるゲーム、まあ、人気のあるゲームっていうか、ね、なんだったら、まあ、しかもプレステ4でも遊べるから、配信もできちゃうし、だったらね、まあ、ちょっと、2年ぐらい前の苦い思い出が、まあ、あるっちゃあるんですけど、思い切って原神をまたやってみようかなと今考えております。はい。ただちょっとね、最初の部分やっちゃってるんで、一番最初からプレイするってなると、なんだっけな、プレステ4の原神はね、リセットとかはできないって言ってたかな、確かね。そう、プレイステーションのアカウントと紐づいちゃってるから、なんかね、リセットはそう簡単にできないらしくて、一番最初からやるには、サブアカとか、新しいアカウントを作ってプレイしないといけないらしいので、まあ、そういったことをね、やってからにはなると思うんですけど、なので、プレステ4でサブアカなり、まあ、新しいね、アカウントを作って、もう原神用、もう本当のゼロから、始めていこうかなと、ちょっと今、検討しております。はい。まあ、どうだろうね。今から原神始めて、いいものなのか。まあ、でもね、まあ、原神ライクなね、ゲームもありますよね、今さ。なんだっけ、幻冬とかね。まだ出てないんだっけ、幻冬とか。なんか他にもなんか原神っぽいゲームって、まあ、中国のね、ゲームメーカーとかから、なんか、出てんのか出てないのかちょっとわかんないですけど、まあ、そういうのもあったりするんで、まあ、そういうのが出たらね、そっちを遊んでみるっていうのもありかもしれないけど、まあ、とりあえず原神やってみるのも、まあ、ありかなと思っております。まあ、せっかく、ね、夏休みということで、1ヶ月以上時間があって、まあ、特にやりたいゲームがないし、でお金をあんまりかけたくないっていうんであれば、もう無料で遊べる原神はもう最適なんじゃないかなと思いまして、またやっぱただ一つ懸念点があるとすれば、そのやっぱキャラのやり取りに私がこう納得できるというか、腑に落ちるかという部分だよね。やっぱ私はね、結構ストーリーにちょっとうるさい人間なので、やっぱね、キャラのやり取りとかに違和感を感じると、ん?ってなる可能性が、まあ、ないこともないのかなということで、まあ、そこだけかな。まあ、映像の部分とか、やっぱゲームシステムに関しては、ね、もうある一定のやっぱ評価を得てるから問題ないと思うんだけど、私ね、ほとんど戦闘とかもやる前に終わっちゃってるから、ほんとね、原神は。もうキャラのやりとりだけがね、やっぱ、ちょっと懸念点だったよね。もしかしたら改善されてる可能性もあるし、まあやっぱ単純に私の勘違いだったか、やっぱ私に合わないかみたいなね、ところなんで、まあもう一度ね、だけやってみるのも、ありかなと思ってます。これを機にね。はい。おっと、今何分くらい?やべ、もう50分過ぎてる。やばい。というわけでね、コロナ2。まあ明日から、まあ今日は最後の仕事で、明日から夏休みに入るわけですけど、もちろんね、ゲームだけじゃなくて、ポッドキャストに関しても、一緒に、ポッドキャストやりたい人を募集する話とかね、あと、2022年の春アニメの振り返りの話とか、あとなんだ、そうだ、まだ2022年の夏アニメもね、まだ出揃ってなかったりするから、ね、その第一話見た感想とか、まあ、ポッドキャストの方もね、いろいろやっていくはいくんですけど、まあ、ゲームのことに関しては、とりあえず、原神を、ちょっとね、この夏やっていこうかなと思っております。はい。で、しかもね、さっき言った、ヒロアカのウルトラランブルのベータテストも、はい、8月に行われるということなんで、まあまあまあ、
もう本当にやりたいことはやれるときにやっておこうかなということで、この夏はだからヒロアカの、まあ、CBT 参加できるか分かんないけどね、うん、CBT 参加できたら参加して遊んでみたいし、で、まあ、それ以外の時間は原神をやっていこうかなと思っております。はい、まあ、ヘブンバンズレッドとりあえず終わってからになるかな。いや、まあ、ヘブ版はヘブ版でやっていって、まあ、とりあえずね、メインストーリーとか、イベントストーリー、もちろん全部やりますけど、できるところまで、まあ、自分なりのペースでやっていって、それと並行して原神やるのもありかもね。うん。まあ、まずは、とりあえずプレステ4のね、サブアカを作らないといけないんで、まあ、そこからやっていこうかなと思っております。はい、本当にゼロからやります。はい。なので、もしね、まあでも原神の実況動画なんて腐るほどあるからね、本当に。それこそ VTuber の人とかね、もうめっちゃやってるからさ、わざわざ私の配信を見る必要ないと思うんだけど、まあまあ興味のある人はよかったら遊びに来てください。はい。まあ YouTube とかにはアーカイブ残しますし、基本、スイッチでやるつもりではいますけどね。OK だよね。スイッチでできないとかないよね。配信規約的にね。この前のアノニマスコードがさ、なんか体験版は YouTube だけっていう風に限定されてたから YouTube でやったけど、まあ多分大丈夫だと思うけどね、原神は。おそらく。まあちょっと規約見てからね、配信しますけどね。はい。というわけで、今日の配信は、まあ、ここまでにしとこうかなと思うんですけど、とりあえず今日話した内容をまとめると、最初ね、歌プリ。そう、歌のプリンス様の新作のテレビスペシャルが入るというお話をしました。9月2日にね、劇場版が入るらしくて、まあ、その前日談 みたいな、内容になってるんじゃないかなと思います。はい。で、あとは、ヒロアカの、オンラインマルチ対戦ゲーム、なんだっけ、ウルトラランブルか、の CBT テストが、まあ、この夏に行われるということです。はい。であとはラスト、原神をこの夏、プレステ4でね、もうゼロから始めていこうというお話でございました。はい。というわけでね、今日お仕事夏休み前ラストなので、はい、頑張っていきたいと思います。で、明日からはね、もうマジで夏休みが始まるということなんでね、うん。まあまあ、あまりね、羽目を外しすぎないようにね、楽しんでいこうと思います。リアルのあれですかね。リアルの小中高生とかってもう夏休み始まってる？もしかして今日がラストだったりする？それこそ私みたいにどうだろう。大体ね、私の住んでる青森県とかは、まあ、大体このぐらいの時期からねもう夏休み始まると思うんですけど、うん、はい。まあリアルでね夏休み入っている学生の皆さんもね、はい、まあ、安全に気をつけて、うん、まあ、海とかね、川とか遊びに行くときもね、気をつけてね、安全第一で楽しんでください。はい。というわけで、今回の配信はここまでにしようと思います。それでは、また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。